アリアとスキルのブランドユースフルのオサです。というわけで、本日はオサからの挑戦状企画ということで、皆さんにこのファイルをダウンロードいただいて、実際に問題を解いていただきます。そしてね、それらを解いていただいた後に、またこの動画に戻ってきて、演習の解説パートをね、見ていただく、そんな時間のね、過ごし方、この動画でできればなと思ってます。これまでユースフルチャンネル上では、たくさんのこう Excel の知識、インプットできるものをお届けしてきたんですが、 今一度ね、皆さんから声拾ってきたらですね、なんかこう、演習問題、問題集みたいなものが欲しいみたいな話がありましたので、今回ちょっとお試しでね、大阪からの挑戦状ということで、Excel の問題ちょっと作ってみました。具体的にはね、問い1と問い2がございますので、まずはこれを私が問題を読み上げますので、その間にぜひ URL をね、概要欄の方からチェックして、ファイルをダウンロードしてください。 ファイルダウンロードはですね、この動画公開後の30日間か60日間か、検定でできるリンクに貼っておきますので、そちらからダウンロードいけただけたらなと思ってます。では、1問目の問題からね、見ていきましょう。えー、問1と問2、それぞれですね、Excel のこう小技を知っているか知ってないかを通っているような問題になります。まず問1ですね。こちら、えー、右側の表を見ていただくと、価格表というものがございますね。 こちらは何を表しているかというと、原材料の商品名、そして仕入れ値、そしてそれらの売り値、ね、が表示されている価格表であるんですけれども、今回です、ね、原材料の高騰がなっちゃいましたと。ね今ね、どん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 、えー、原料価格が上がってくる時代に突入しておりますけれども。 この高騰を理由に、ですね仕入れ値のこの表の数字を洗い替えないといけないという状態になっておりますで。具体的にはどういうことかというと、100円で仕入れられていた3点の商品、商品 A、そして E、そして J ですね、この仕入れ値が2倍の金額、100円から200円に変わりますよということで、これを、まあ、置換機能というものを使って、仕入れ値更新してくださいというお話です。 ご存知の方はね、めちゃめちゃ簡単な問題だねという話になるかなと思いますので、ぜひ解いてみてください。そして問い2。これはね、テクニック、割とね、ちょっと小技チックですね。知ってる人は知ってる、知らない人97 8、8%の問題かなと思います。問い2はですね、この右側の表を用いて、今度は計算式が誤っている箇所を見つけてくれというようなお題になっています。ね こういった表を作った後、実務では、きちんと数式ロジックが合ってるかどうか、めちゃくちゃ重要なチェックフローがございます。その時にね、効率的にチェックする人と、できる人とできない人というのが分かれてきますので、プロはこういうふうにやるんやでというところをね、この問題で示せたらなと思います。正しい累計の計算がされているかどうか、いろんなやり方ありますが、ジャンプ機能を使って、ぜひね、確認できるか試してみてください。はい。 というのが問題になっておりますので、えー、ぜひね、えー、ここで一旦動画を止めて、えー、そこから、解、え、け、ー、終わったらまた戻ってきてください。ちょっと30秒ぐらい、ちょっと雑談話しますね。<laughs> とはいえ、みんな見ちゃうかなと思いますので。そうそうそう,そう。まあ、直近はですね、この原材料の高騰というテーマを扱ってますけれども、まあ、今、暴露経済がね、かなりこう冷え込む方向に、 トレンドが変わってきてるなと思っていて、これまでブルーマーケットだったものががっつりね、ベアマーケットに変わってきましたね。アメリカの米国のナスダックとか、S、S&P とか、いろいろ見てると、もう金利が、なんだ、過去、過去類を見ない金利の上昇をしなければならない状態にマクロ経済が近づいて、その結果としてね、株価が冷え込む。 みたいなね、景気がちょっとよろしくない方向に進んでいる、えー、今すごく、ね、難しい状況なんですけど、まあ、いずれにしても、えー、こういった、例えばですけど、石油のね、原油の価格がめちゃめちゃ上がって、ガソリン価格めちゃめちゃ上がってるみたいなのがね、日常生活から見ても目にとれますよね。またですね、いろんな小売りのところ、インフレが続いて、えー、まあアイスの値段上げますとか、牛丼の値段上げますとか、日本でもね、 少しずつその原料価格の高騰を理由に我々のこう生活をどん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 ,うん影響してくるインフレが出てくるというような時代に突入してますのでこういったねテーマを取り扱ってみましたさてこんな小ネタを挟みつつも早速解いてまいりましょうこれ問1は簡単ですねはいいいですね問1100円で書かれている A と E と J えー、この中からね、100円見つけ出して、それを200円に洗い替えろという話でございました。めちゃめちゃ簡単ですね。えー、痴漢機能、どれで呼び起こすか、はい、ショートカットはコントロール H でしたね。コントロール H で、はい、このダイアログボックスを出していただいて、検索する文字列は100と打ちましょう。そして、痴漢後の文字列は200と打ちましょう。そして、えー、ここね、す、え、べ、ー、て痴漢というものを押すと、えー、一気に3つが洗い替わります。 はい、3件を置換しましたということで、OK をして、はい、問い位終了です。<laughs> ね、このコントロール H、ぜひね、実務でよく使えますので覚えておいてください。この検索と置換というオプション、もちろん検索を使うときもありますが、実務上はね、この置換機能の方がよく使うんじゃないかな。コントロール H のショートカットをまずは優先的に覚えていただいて、検索機能を使いたいなと思ったらコントロール F です。ね、CtrlF は エクセルに限らず、Google の Chrome とか、いろんな Windows の媒体上で使えるショートカットですので、ぜひね、これ試してみてください。Mac だとコマンド F かなはい、だと思います。では、問1に関してはめちゃめちゃ簡単だったので、こんな感じで、問2ですね。問2はね、解き方がみんな人によって変わってくるんじゃないかな。 この中から、累計の欄で誤った数式があるので見つけてねというお題でございました。こういった数式チェックのやり方、いくつかパターンあるのでご紹介しますね。この合計欄、例えばですけど、サム関数が入力されています。F2 キーを押して中身を見ることができますね。これご存知の人たくさんいらっしゃいますね。でどんどんタブを押して、F2 を押して、タブを押して、F2 みたいな感じで、こういった右側移動の時には、 F2 タブ、F2 タブ、F2 タブみたいな感じで移動していくと。一方で、えー、こっちはですね、F2 エンター、F2 エンターっていうのが、一応デフォルトのキーストロークにはなってるかなと思います。みたいな感じでね、えー、こういった形で一つ一つのセルを除いていくというアプローチももちろん正解なんですが、えー、これだとちょっと時間かかるよねという話です。えー、またですね、こういった AltTUT、えー Alt どこからその数式引っ張ってきてんのみたいなものをね、視覚的に見るときにも、こういうのを使えるんですが、もう早速ここ間違えてるのを発見しましたね。えー、合計のサム関数の引数が1級のところに入ってないよというのが分かりました。J25 じゃなくて、本来は、はい、i の25じゃないといけなかったというわけですね。まあ、みたいな感じで、こういった視覚的なもの、えー、っとですね、この数式タブかな、の 参照元のトレースっていう機能を今、ショートカットで出してました。Alt-TU-T ですね。で、これらを全部一気に消したいときには、Alt-TU-T じゃなくて、Alt-TU-A というストロークを打ちます。いいですね。Alt-TU-T で参照元のトレース。そして、それらを消すショートカットが Alt-TU-A というふうになります。やってるのはさっきのこの数式のところをクリックしているのと変わりません。さて、本題です。 ジャンプ機能を用いて数式チェックするときどうやるか一瞬なんですね。ジャンプ機能の呼び起こしは Ctrl-G でした。そしてこのセル選択のところめちゃめちゃよく使うんだよという話をね、Excel Pro の講座の中でもたくさんしましたね。そしてここにじゃあアクセスするにはこ、ここを左クリックすればいいんですが、このアンダーバーがついた S、これらはですね、Windows の書式ルールとして、Alt を押しながら S を押すと、ここに ここをクリックした後同じ感じになるよということを表してくれてます。いいですね。AltS を押しますね。AltS。そうすると次の画面に行けるという感じですね。で、今回ですね、皆さんにご紹介したいのはこちらですよ。アクティブ行との相違、あるいはアクティブ列との相違。ここら辺のオプションをね、皆さんご存知かはい。アクティブ行のとの相違っていうのをやると、えー、見つからなかったんですけど、今回の場合はこのアクティブ列との相違です。 いいですね。今、選択しているのって、この縦方向の、要は列方向の数式をチェックしようとしますね。はい、アクティブにセル選択している列で、えー、相違があるものを見つけてきてねっていうジャンプ機能、オプションなのです、なのでえー、この上から2つ目、アクティブ列の相違、アンダー M のやつを押します。そうすると、OK を押すと、はい、3つ選択されてますね。これ今、タブキーをしてます。 この3つの箇所が数式が他のところと違うよということを教えてくれています。ね、これ、数式違うときって、この左マークにこうなんか緑のこう三角マーク出てくるので、あここが違うんでしょ、どうせよさざんと、ね。ここになんかこう矛盾した数式っていうのを表示してくれるよと思ってる人は、もうこの中で2つしか見つけられないんですけど、さっき,、はい、さっきの、ね、アクティブレストの相違で見たら3つございましたよね。 もう一回いきますね、この3つ、6584、8776、5 6 7 6この8776のところは、はい、このエラーマークが出てきてないんですよ。え、なんでと思われた方、そうなんです。皆さん、ここにご注目ください。F2 キーを押しました。ここに書かれている数字は、数式、サム関数ではなくて、ただのベタ打ち数字でございます。それを確認できる場所は、この数式バーのこちらですね。8776というね、ベタ打ち数字が入ってました。 本来、この数式バーのところには、はい、サム関数で入っていれば、こういった形で、ね、関数名が出てくる場所ですので、それがなかなか出てきてないと、そうなんですよ。下手打ちになっちゃってると、先ほどのここの、ね、注意マークの、これでは気づけないエラーが眠っている可能性があるので、コントロール G のジャンプを通じたアクティブレスとの相違というものを試していただきたかったんですね。はい なので、これをね、えー、きちんとシンプルに直すためにはどうすればいいか。はい。正しい数式が生まれている、あ生まれているというね、えー、埋め込まれている、この上のところから、えー、きちんと数式をコピペしてあげる。ね。元、今、コントロール Z で戻りました。コピペするときには、コントロール Z で、範囲選択しているセルの一番上の数式を全部一気にここにコピーすることができます。コントロール D ですね。みたいな感じで、 はい、数式チェックととといいいうううものを行うとスムーズでですよというお話でございました、えー、たくさんの中、解放手法を、えー、ご紹介しましたが、き、まあ、今日ご紹介したように、まあ、実務って、えー、必ずしも1つのパターンで、えー、問題解くというケースでは、まあ、ケースは稀なんですね。なので、えー、いろんな小技をきちんとインプットして、えー、ケースバイケースでこの時にこれ使うと早そうだなというのを当たりつけられると、えー、いいんじゃないかなと思います。 今日の学びとしてはね、ぜひこの数式チェックのところ、えー、Ctrl-G でジャンプで数式チェックってできるんだというところをね、えー、ぜひぜひ、えー、知識として押さえておいてください。こういった知識はですね、すでにこうインプット系の講義動画の中でも、おさ e エクセルシリーズでご紹介していたり、あるいは e Excel プロシリーズでご紹介してますので、えー、知識強化したいなと思われた方は、えー、まるっと全部学べちゃう e Excel プロも、えー、ぜひぜひご検討してみてください。 はい。というわけでね、本日はこういった形で締めくくりたいなと思います。えー、おさからの挑戦状企画、ちょっとね、なんかいつもと違って面白いなと思われた方は、ぜひこの後高評価ボタン、あるいはコメント欄でね、あ、よかったよというところね、教えていただけると嬉しいです。はい。ってなとこですね。それではまた次回、好評であればこの企画でお会いしましょう。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。See you next time! バイバイ